きかきかき。お絵かきかきかき。いい感じ。僕も。私も完成したわ。みんないい出来ですな。お絵かきずっとやってたからお腹空いてきちゃった。そういえばもうおやつの時間だね。私もお腹空いちゃったわ。あーん、みんなもグッドボタンでつくもを止めて。映画探査キッズ TV、 飛び出せ不思議なおもちゃ箱。おもちゃで遊んで世界を救おう。ジメジメジメ。ちょっとつくも、クレヨン食べちゃダメだよ。あー、出して出して。大丈夫よ、これはチョコでできた食べられるクレヨンなの。チョコのクレヨン。ええ、とっても簡単にできるから二人も作ってみましょうよ。うん、作る作る。用意するのはストロー、輪ゴム、ラップ、ビニール袋、チョコレートに着色料よ。まずストローを切って片方の穴を塞ぐようにラップを巻いて輪ゴムで止めてちょうだい。なんで穴塞ぐの？チョコを入れるから流れていかないように止めておくのよ。これを何本か作ってちょうだい。ラジャー。そしたら色を作りましょう。今あるのは赤、青、黄色、緑だね。溶かしたチョコに色をつけたら4色完成。けどもうちょっと色が欲しいな。ピンク、紫、茶色とかどう？そしたらレインボーになるんじゃない？確かに。けどどうやって色作るの？ピンクは赤をちょっと混ぜるだけよ。ほんとだ、きれい。なら赤をたくさん入れたら茶色になったりして。あげゃ、真っ赤なチョコだ。赤を使うのは合ってるわよ。ということは使うのは青か黄色か緑だね。どれにしようかな。これだ。そんな選び方？茶色になれ、茶色になれ。あ、見て見て、茶色になった。くもりん、すごい。よくできたわね。じゃあ紫はどうかしら。青と黄色とか。あれ、黄緑になっちゃった。あらあら、正解は赤と青よ。赤と青で紫になるんだ。ほんとだ、紫色になった。色を自分で作るのも楽しいわよね。それじゃあこれをストローに入れるわよ。つくも、全然うまく入らないよ。あらあら、スプーンで入れるのは難しいからこれを使うわよ。ビニール袋？ビニール袋にチョコを入れてこぼれないように小さい穴を開けてちょうだい。そしたらチョコが少しずつ出てストローに入れやすくなるわよ。ゆっくりゆっくり。そーっとそーっと。そしたら冷蔵庫に入れて固まるまで待ちましょう。そろそろ固まったんじゃない？早く見てみようよ。そうね。そしたらストローのお尻をぐっとつまむと、あ、チョコ出てきた。全部出したらチョコクレヨンの完成。じゃあ早速描いてみましょう。これは紙？これは食べられる紙なのよ。すごい、早く書こう書こう。お絵かきかきかき。お絵かきかきかき。すごい、ちゃんとお絵かきできる。僕も描けたよ。え、僕の絵だ。ヒヒン、さんさんそっくりでしょ。それじゃあいただきまーす。あー、じゃあ僕はこっち。あーわ、おー、チョコ味で美味しい。僕が食べられていくチョコクレヨンも美味しいよ。あら、いい感じね。
そしたら次はレインボーのクレヨンを作ってみるのはどうかしら。一本のクレヨンでレインボーを作るの？楽しそう。やれる。ストローに少しずつチョコをちょこっとずつ入れます。よし、レインボーになった。冷蔵庫へ行ってらっしゃい。できた。早く描いてみようよ。お絵かきかきかき。あ、色が変わった。こっちもかきかき。また変わった。いつ色が変わるかわからないから面白い。ねえねえ、ストローから外して描いてみようよ。一回で虹が描けちゃうかも。クレヨンを倒してそれ。ありゃ、全然描けなかった。やっぱり一本ずつ描いた方が良さそうだね。二人とも上手にできたわね。うん、お絵描きして、しかもそのお絵描きが食べれちゃうの楽しい。僕も後でお絵描きしたやつ食べてプリルをびっくりさせちゃおうと。そうだ、おいきまるー。クーリーン、クイズタイム。紫色は赤と何を混ぜたら作れたかな。1黄色、2青、3緑。正解が分かった子は LINE で教えてね。みんな困ってる。サンサンとクモリンです。今日はこれ、僕たちが蒸しパンになっちゃった。フライパンとホットケーキミックスで蒸しパンができちゃうよ。ふわふわ美味しそう。レッツプレイ。おやつ。今日はこれ。パンダ、ねえ、このパン、サンサンみたいにモコモコしてる。こっちは白くてクモリンに見えるよ。僕たちがパンになったらどうなるんだろう。二人とも、おやつに蒸しパン作ってみたわ。うわー、かわいい。これはワンちゃんかな。こっちはひよこちゃんだ。ぷっくりしてて面白いでしょ。フライパンとホットケーキミックスで簡単に蒸しパンができちゃうの。もしかして、僕たちのパンも作れちゃう。はいはいはい、作りたい。早速一緒にやってみましょう。僕たちを応援してくれる子はグッドボタン。用意する材料はホットケーキミックス、卵、砂糖、サラダ油、牛乳、あといろんなトッピングも忘れずに。そしたらまずはボウルに卵と砂糖を入れるわ。そして混ぜるわよ。混ぜ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 。しっかり混ぜたら牛乳とサラダ油を入れてまたしっかり混ぜるわ。今度はホットケーキミックスを入れて、混ぜ混ぜ。このくらいトロトロになったら型に生地を入れていきましょう。生地に入ります。そしたら次はお待ちかねのトッピングよ。好きなものを選んでそっと置くのがポイントよ。じゃあ僕は曇りを作ってあげよう。どれどれ。お、この形、ナッツの角ね。マークもさんさん作っちゃうもんね。これ何？それはドライフルーツよ。なんかサンさんのここにぴったんこじゃない？うん、来た。クモリン天才です。その調子で顔も作ってみましょう。サンさんの目をドン。へえ、サンさんの目ってこんなんだっけ。僕お目目飛び出ちゃってる。そんな時はもっと小さなトッピングも試してみましょう。ごまをちょんちょん。僕もちょんちょんって、あれ、あ、難しい。落ち着いて。箸やフォークでこうやって動かして調節できるわ。あ、よーし、これで準備 OK。 ここまで来たらフライパンの出番よ。クッキングシートを3枚ぐらい重ねておいて、その上にセット。水を周りに流して最初は中火で火をかけるわ。お湯がふつふつしてきたら弱火で蓋をして10分から15分蒸すわよ。さあ、どうなったかな。ノキノキ、じゃーん。うわー、ぷくぷくぷっくり。フライパンから引き上げたわよ。みんな面白い顔になってる。ダメ、私のイノシシも可愛くなったわ。そうだ、僕たちだけじゃなくみんなのスパも作ってみたい。いっぱい作りたい。でももう型はこれしかないわ。わ、びっ
コッとひらめいた。タンさん、これならいっぱい作れるんじゃない。氷を作るトレーね。おお、生地いっぱい入る。これでいっぱい顔が作れるね。トッピングの材料も増やしてみたわ。あ、このピンク、こうしてポキポキ入れれば、お、フリルに見えるような。僕もひらめいちゃったぞ。こうすればみんなわかるかな。ソーダおじさんかしら。2人ともすっかり蒸しパンマスターね。 BB の顔はどうやって作ろうかな。耳が黒いから。ミニミニ、これも黒いよ。ロリ、でもいいアイデアだわ。よっ、ロリを直近と。これでどうかな。あー、見える見える。この調子でどんどん作るぞ。はい、準備オッケー。勢ぞろいね。さあ、フライパンのもとへ出発進行。ちゃんと膨らむかな。また面白い顔になったりして。どうなるかお楽しみね。またしばらく蒸すわよ。もうそろそろかしら。ドキドキ。わー、これは。わーい、早くお部屋に行こう。どれどれ。わー、ぷくぷく。プリル、サンサム、ビビー、ソードオチさん、フモリ、フクモ、そしてノイズ。みんな膨らんで面白い顔になったね。まるで私パンダみたいね。でもとっても可愛くできてるわ。ミミミ、あとこんなのも作れちゃったよ。僕はいっぱい、いろんな顔のサンサンがいるわ。もう作り方覚えちゃったもんね。ありがとう、くもりん。いっぱい可愛い蒸しパンができたわね。それじゃあお待ちかねの食べ食べタイム。まずは大きな蒸しパンからいただきます。うん、おいしい。で、食べようかな。プリルにしよう。どれも美味しくできてるわ。わ、このクモリンとソーダオチさん、隣同士でくっついてて仲良しだね。ほんとだ。そうだ、そんなものだ。プリン、みんなだったらどんな蒸しパン作る。いろんな面白い顔の蒸しパンを作ってみましょう。みんな、こまかれる。サンサンとクモリンリーズ、今日はこれ。巨大アンパンマングミジュース、ゼラチン、砂糖、型で巨大アンパンマングミできるかな。やってみよう。レッツプレイ。アンパンマングミ買ってきたよ。わーい、よく見たら形が違うね。ほんとだ、プニプニ。おいしい。もぐ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 。あ、これいっぱいあったのに。もっと食べたい。ないからしょうがないよ。作ればいいじゃない。つくぼう。ジュースとゼラチンと砂糖と型があればグミを簡単に作ることができるのよ。型か、何かいいのなかったかな。あ、パンパンマンのフライパン、おめえも使えるかな。作ってみたい子はグッドボタン。二人とも見つけたわね。じゃあ作っていくわよ。おー、材料はジュース、ゼラチン、砂糖、そして型。はじめにジュースとゼラチンを混ぜるのよ。僕はオレンジジュース。僕は秘密だよ。教えてよ。温めるからレンジ対応の容器がいいわよ。どれくらい入れればいい？ジュース 100ml に対してゼラチン 15g。 混ぜ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 ちゃって。これで大丈夫かな。混ぜたら温めるわよ。なんで温めるの？ゼラチンをしっかり溶かさないと大変なことになるわ。容器が熱いから大人の人に持ってもらおう。あれ、僕だけ溶けてない。ゼラチンも入れすぎじゃないかしら。そういう時はジュースを足すといいわよ。なるほど。砂糖を入れてさらに混ぜるわよ。もっと混ぜ混ぜ混ぜちゃって。なんで砂糖入れるの？入れないと味が薄いグミができちゃうわ。さらに温めるわよ。ゼラチンはグミの他に何ができるの？ゼリーも作ることができるわ。うわ、あふれちゃった。温めすぎには気をつけて。熱いままだと形が変わるわ。少し冷ましてからにしましょう。混ぜて冷まそうっと。いいわね。混ぜ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 ちゃって。もっと混ぜ混ぜ混ぜちゃって。もう熱くないよ。型に入れましょう。その前に型に油を塗っておくとグミが取れやすくなるわよ。なるほど。よし、慎重にっと。これぐらいかな。くもりんどう？だんだん、どうしよう。もう
どうかな。こうすればもう漏れないよ。またこぼれちゃうかも。容器の上に置けば大丈夫。さすがさんさん、あとは冷やすだけよ。成功しますように。あとはドキドキ。さあどうかな。固まってる。アンパンマンになってるかな。せーの。できてるわ。まずはバクマン。よっこいしょ。オープン。なにこれ、シワシワのアンパンマンだ。ラップのシワでなったみたいね。すごいプニプニしてるよ。ツルツルのアンパンマンいいな。じゃあラップを外側に貼ってみよう。こんな感じかな。次はブドウにしようっと。出来上がるまで食べて待ちましょう。オレンジアンパンマンいただきます。食べてみて。ん？これはリンゴ味。正解。できたわよ。わあ、漏れてる。オープン。わーい、切れちゃったけどツルツルアンパンマンだ。やったねくもりん。ついでにアンパンマンフライパンで他の味も作ったよ。アンパンマングミの型でいろんな味のグミもできるわ。グミがいっぱい。クイズタイム。クモリンが初めに作ったグミの味は何だったかな。1バナナ、2リンゴ、3ブドウ。分かった子は LINE で教えてね。もっと食べたい。そうだ、あとでクモリン。今日作ったのは巨大アンパンマングミ。ジュースとゼラチンと砂糖と型で誰でもグミができるよ。みんなもやってみてね。みんな困ってる。これ巨大かくれんぼバームクーヘンタワー。大きなサンサン。僕の中身は、おっと、それは見てからのお楽しみ。レッツプレイ。遊んだらお腹空いちゃった。あ、おやつの時間だよ。待ってました。みんな今日のおやつはこれよ。これってケーキだ。ただのケーキじゃないわよ。からお菓子？あ、これ僕知ってる。前に作ったことあるよね。そう、バームクーヘンケーキ。また食べてみたくて作ってみたの。私初めて見た。バームクーヘンの穴にお菓子を入れて、チョコで蓋をするだけ。とっても簡単にできちゃうの。すごい。じゃあ早速いただきます。で、クモリン。ちょっとみんなで食べるんじゃ。おいしい。で、あれ全部食べちゃったわ。うん、お腹ペコペコで、つい僕たちのおやつが。みんなで食べれる大きいケーキを作るのはどうかしら。それいいね。決まりね。巨大ケーキ作り応援してくれる子はグッドボタン。それじゃあ使うバームクーヘンももっと大きく。わー、大きい。まだまだあるわ。これならみんなでいっぱい食べれそう。さて、どんなのにしようかな。なんかこの色黄色っぽくてサンサンみたい。巨大サンサン作れちゃうんじゃない。そうだ、こうやってバームクーヘンをいっぱい積み重ねてサンサンバームクーヘンタワーなんてどう。いいわね、素敵だわ。早く作ろう。そしたらお家にあるお菓子いっぱいここに集めましょう。うん、ほいほいと。はいはい、いっぱいあったわね。早速作り始めましょう。まずは土台の部分から作りましょう。1段目は何を入れようかしら。迷っちゃうね。このクマちゃんビスケットはプリティ。よし、入れちゃおう。たまたま。お菓子をいっぱい入れられたらチョコで蓋をして次の段を準備しましょう。はいはい、僕これ入れたい。
ポップコーンにポテコ？しょっぱいのと甘いので美味しくなるんじゃない？ガマドバーン！よし、これを上に合体だ！トリア！ピッ！あー！こぼれてる！穴からこぼれちゃったのね。そしたらこの上に重ねて作りましょう。これならこぼれないね。蓋をポン。よし、どんどん作ろう。かわいいお菓子も入れちゃおう。すごい、どんどん高くなっていく。僕の大好きなお菓子もいっぱい入れよう。おっきい僕の体。今度は外側をデコレーションしてみましょう。こんなのを用意してみたわ。はあ、いちご大好き。こうやってホイップをつけていちごをつけてみましょう。ピタピタピッタン、ペタペッタン。ここにもいちごちゃん。上出来よ。顔と体はチョコペンで描きましょう。顔をカキカキ。鼻はそうだ、グミをつけてみよう。タイガーのチャック。僕の手。やっと見えた。素晴らしいわ。そしたら早速ドキドキのケーキ入刀よ。ドキドキ。顔から一気に切っていくわよ。中から押されてる。キラー！爆発した。欲張ってお菓子を入れすぎちゃったみたいね。確かに。ここも割っちゃいい。このまま倒れちゃいそうだから顔だけ下ろしましょう。突然でびっくりしたけど、こんなにお菓子がいっぱい詰まったケーキができたわね。早速みんなで食べちゃおう。いただきます。あ、アンパンマンのお菓子ミッキー。こっちは目玉焼きとクマのグミ。いちごとかわいいお菓子が生地に合う。サンさんのお腹にはポップコーンがまだ入ってるわね。宝探しみたいで楽しい。どんどんいろんなお菓子が出てくるわね。ねえ、今度は丸ごとバナナを入れたビッグバナナタワーケーキを作りたい。そうだ、そんなものない。みんな困ってる。クモリンです。今日はこれ、アンパンマンの蓋でアイス作り。アンパンマンのジュースとお菓子を入れて冷やしたら、アンパンマンアイスの出来上がり。どんなお菓子が出てくるかスプーンで発掘だ。レッツプレイ。あつい。毎日どんどん暑くなってくよね。あ、そういえばおやつの時間だ。これも好きだけど、僕アイスが食べたいな。けど今アイスないよ。作ればいいじゃない。作ろう。アンパンマンのお皿でアイスが作れるの？ええ、そのジュースとお菓子、このお皿を使えば楽しくて美味しいアイスができちゃうわよ。アイス食べたい。作る作る。僕もアンパンマンアイスを作る僕たちを応援してくれる子はグッドボタン。作り方は簡単よ。ジュースとお菓子をアンパンマンのお皿に入れるだけ。姉さんさん、何のお菓子入れるかは食べるまで内緒にしない？あ、いいね、あべっこしよう。じゃあ僕はこれとこれ。まずはジュースを入れて、次にお菓子をもぐもぐ。で、クモリン、何か食べてない？あちゃん、バレちゃった。僕はこれとこれ、こっちのほっぺに入れよう。美味しくなーれ。じゃあ次はこれとこれ、鼻に入れちゃおうっと。これは美味しいでしょ。最後はこれとこれとこれ、おっきい口にジュースを入れて、お菓子もいっぱい入れちゃおうっと。全部にジュースとお菓子が入ったね。どんな感じになるか楽しみ。じゃあ冷やしましょう。そろそろ固まったんじゃない？早く食べよう食べよう。僕
はクモリンが作った右ほっぺにする。絶対おいしいよ。中に入ってるのは、これアンパンマングミ？ピンポン。アイスもリンゴ味でグミとの相性バッチしたよ。でしょでしょ。じゃあ僕はサンさんが作った左のほっぺにしようっと。いただきます。おー、シャリシャリでおいしい。これはブドウジュースに何のお菓子入れたの？当ててみて。でも何も入ってないよ。ラムネ入れたのに。もしかしたら冷える前に溶けちゃったのかもしれないわね。残念。どまいどまい、こっち食べてみよう。今度は何のお菓子だろう。あ、見えてきた。これはチョコだね。バタコさんだ。ピンポン。イチゴオレとチョコで美味しいでしょう。ほんのりイチゴ味で美味しい。最後にこれ食べてみてよ。なんか棒がいっぱい刺さってるよ。まあまあ食べてみてよ。何もない。なんですと。キャンディーも溶けちゃったんだけど、飴の周りのアイスがもっと甘くなって美味しい。そしてこれはアンパンマンチョコだ。あ、美味しくて楽しいアイス最高ね。もっと食べたい。じゃあこっちの方で作ってみたらどうかしら。わー、バイキンマンにドキンちゃんだ。こっちにはメロンパンナちゃんとか食パンマンもいるよ。これ本当はパンケーキを作る方なんだけど、アイスも作れそうだから使ってみましょう。じゃあまずはジュースを入れなきゃね。アンパンマンはリンゴジュースで、バイキンマンはグレープジュース、ドキンちゃんはもちろんみかんジュースだよね。お菓子を入れてパンパンパン。こっちも同じように入れたら、どこへ行こう。ゴーゴーゴー。完成。早速食べよう。僕こっちのバイキンマンから食べてみる。お皿に出して。おー、かわいい。中身はっと、あ、グミだ。ぶどうジュースにぶどう味のグミ。バイキンマンってこんな味がしたりして。そんなわけないでしょ。僕はドキンちゃんにしようっと。こっちの中身はなんだろうな。なんだろうこれ。食べてみて。なにこれ。そろそろしょっぱいものが食べたいかなと思っておせんべい入れてみたの。なんだか不思議な味がする。今度はこっち食べてみようよ。あれ、どれが誰の方かわかんなくなっちゃった。そしたら誰が出てくるか食べて当てようよ。いいね。じゃあ僕これ。誰が出るかな、誰が出るかな。ロールパンナちゃんかな。あ、メロンパンナちゃんだ。かわいい。僕はここにしようっと。誰が出るかな、誰が出るかな。こっちはカレーパンマンだ。こっちは誰かな。クリームパンナだ。そしたら今度はこっち。この形は簡単だよね。しょっぱんまん。うーん、イケメン。アイスいっぱい食べたね。冷え冷え甘々で美味しかった。お菓子も入ってたから美味しさが倍だったね。けど食べ過ぎて今度はちょっと寒いかも。じゃあ外に出て遊ぼう。いいね。また暑くなったらアイス食べればいいんだもんね。そうだ。ママクモリンマン、クイズタイム。アンパンマンのお口に入れたジュースは何ジュースだったかな。1、みかんジュース。2、リンゴジュース。3、ぶどうジュース。答えが分かった子は LINE で教えてね。今日のお絵かき。Thank you.
貸してくれてありがとう。